おはようございます。フィリピンダボ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピンの新型コロナウイルスに関する情報をお伝えします。まずはフィリピン全国の新型コロナウイルスの感染者数の情報についてです。5月23日の午後4時現在の情報です。フィリピン全体で感染者が新たに180人増えており、全体の総数は 13,777 人となっています。そして回復者は新たに85人増えており、回復者の総数は3177人となっています。死者は6人増えており、死者の総数は863人となっています。このように引き続き感染者が増え続けている中で、フィリピンは新たな課題を抱えています。通称 OFW と呼ばれている、海外で働いているフィリピン人の労働者の人たちが帰国をするにつれて、新型コロナウイルスの感染者が急増するのではないかと予想がされています。5月22日、フィリピンの新型コロナウイルスタスクフォース会議のガルベスチーフは、今後数週間で海外からフィリピン人労働者、これ通称 OFW と呼びますけども、この動画でも海外フィリピン人労働者とはちょっと長いので OFW と呼びます。Overseas Filipino Worker ですね。はい。その OFW の方たちが、その OFW の人たちが帰国をすると、全国でコロナウイルス感染が急増する可能性があると述べています。すでに大統領及び各関連省庁の大臣は、大勢の OFW の帰国に伴い第2波が来た時の準備について協議をしているとのことです。新型コロナウイルスパンデミックのため、すでに少なくとも3万人以上の OFW がフィリピンへと送還されています。今後数週間にわたって、ガルベスチーフはさらに4万2000人の OFW の方たちが帰国する予定であると述べています。またフィリピンのタスクフォースは、パンデミックによって帰国を余儀なくされる OFW の数を15万人から50万人であると推定をしています。すごい数になりますね。そしてガルベスチーフは、フィリピン人労働者 OFW はアメリカ、スペイン、イタリアなどのパンデミックの影響を受けている地域から今戻ってきていると語りました。OFW に対しては、フィリピン到着時に PCR 検査が実施されます。その後14日間強制的に隔離施設で隔離がなされているとのことです。タスクフォースのチーフによると、すでに検査が実施されている約3万人の OFW のうち、すでに結果が判明している22,432 人のうち、なんと約 2% となる465人が陽性の結果であったとのことです。これは本当に驚きの数字ですね。本当に多いですね。新型コロナウイルスのための省庁間タスクフォースは、確認された感染者数に基づいて地域を分類し、第2波の可能性に備えていると述べています。また今後、約4万2000人の OFW の方たちが帰国をし、隔離施設が不足する恐れもあるとのことで、それに備え、フィリピン政府は大規模なコンベンションセンターとスポーツ施設を OFW の人たちと新型コロナウイルスに感染している疑いのある人たちの隔離施設として機能するよう改造し始めています。またいくつかの民間ホテルを隔離施設として利用し、さらに旅客船を水上の隔離施設として利用するようにしているとのことです。本当に海外からフィリピンに帰ってくる人たちも大変なんですけども、一方で海外に滞在しているフィリピン人の間では、すでに2400人のフィリピン人の方が感染していると確認されているそうです。特にヨーロッパと中東、アフリカで多くのフィリピン人の感染者が出ているとのことです。はい、今フィリピン全国では規制が以前よりも緩和されて、それによって感染者が増えてくるんじゃないかという危惧もあるんですが、それに加えて海外から帰ってくるフィリピン人の人、もうすでに帰ってきているうちの 2% の方、465人が陽性だったと分かっているとのことで、今後感染者が急激に増えていくんじゃないかと危惧をされています。はい、フィリピンにいらっしゃる方は引き続きですね、不要不急の外出は控え、まあどうしても仕事に行くとか、食料品や服薬を買いに行くために外に行く方も、くれぐれも気をつけるようにしましょう。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画がいいなと思われた方は、ぜひ高評価ボタンをお願いいたします。また、チャンネル登録がまだお済みでない方は、チャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。